ただいまより第32回小樽市 PTA 広報誌コンクール受賞作品の表彰式を開催いたします。これまで広報誌に届いてこられました情熱をですね、忘れることなく、これからも皆様に愛される広報誌作りをしていただけることをお願い申し上げまして、簡単でございますが、冒頭の挨拶をさせていただきます。おめでとうございます。保護者の皆様方が子どもと一緒になって、より良い学校生活について考えていこうという姿勢が大変よく表れていたと思います。